皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2018年のドラマシリーズ、デアデビルのシーズン3。現代、デアデビル。1話が約50分で全13話。主な出演は、チャーリー・コックス、デボラ・アン・ウォール、エルデン・ヘンソン、など。ディフェンダーズとしての戦いで、ビルの倒壊に巻き込まれて死亡したと思われていたマット。だが彼はなんとか脱出して生き延び、生まれ育った修道院に収容される。それからしばらくの間は昏睡状態に陥っていたマットが、意識を取り戻す。というストーリー。マーベルシネマティックユニバースと世界観を共有する、ネットフリックスのドラマシリーズで、デアデビルの最終シーズン。シーズン1への原点回帰とも言える雰囲気で、満身創痍のマットがデアデビルとして復活し、フィスクと決着をつける姿が描かれる。さらに偽デアデビルという、日本の特撮ヒーローの王道な要素も加わり、飽きさせない。この偽デアデビルの正体も興味深い。ということで、評価は。Thumbs up.